ゼベリン・フロイントは、ドイツ、バイエルン州フライウング・グラー・フェナウ郡フライウング、出身のスキージャンプ選手である。フロイントは1993年から、ノルディック複合をはじめ、1995年に、ジュンジャンプに転向した。2002年から、アルペンカップやジュニア国際大会に出場した。2003年2月に、ソレフティアで行われた。 ノルディックスキージュニア世界選手権に初出場、個人戦30位、団体戦11位となった。2004、05シーズンに初めて、スキージャンプコンチネンタルカップに昇格したが2本目に、進めたのは2005年1月14日の札幌のみであった。2007年12月22日に、エンゲルベルクのラージヒールで、スキージャンプワールドカップにデビュー。 2008年1月6日のビショフスェンで初ポイントを獲得し2月のノルディックスキージュニア世界選手権では団体で金メダルを獲得した。2011年1月16日に札幌でワールドカップ初勝利。翌日も2位となると1月30日にビケルスンで2勝目。2011年ノルディックスキー世界選手権ではノーマルヒル個人7位。 ノーマルヒル団体では、マルティン・シュミット、ミハイル・ウアマン、ミハイル・ノイマイアーと共に、銅メダルを獲得、ラージヒル個人12位、ラージヒル団体4位となった。2010、11シーズンのワールドカップ総合は、自己最高の7位となった。2011、12シーズンは優勝こそなかったものの2位に3回、入るなどして、総合8位となった。2012、 13シーズンは開幕戦で2シーズンぶりの優勝をするなど序盤は好調だったが中盤に入り2本目に進めない試合もあるなど調子を落としたが2013年ノルディックスキー世界選手権ではノーマルヒル個人4位ラージヒル個人9位混合団体ではウルリケングレッスラーリハルトフライタークカリーナホークトと共に同メダルラージヒル団体ではアンドレアスバンクミヒャイルノイマヤー リヒャルト・フライタークと共に銀メダルを獲得した。シーズン総合は自己最高の4位となった。2013、14シーズンは開幕から好調だったが、エンゲルベルクでは2本目に進めず、スキージャンプ週間は総合16位など調子を落とした。その後、ビリンゲンで2戦連続2位となって調子を上げて、オリンピックに臨んだ。2014年ソチオリンピックでは、 個人ノーマルヒルの一本目に転倒し31位に終わった。個人ラージヒルではメダルに一歩及ばない4位。アンドレアス・バンク、マリヌス・スクラウス、アンドレアス・ウェディンガーと組んだ団体では4番手を飛び、チーム合計1041.1ポイントで金メダルを獲得した。オリンピック後のスキーフライング選手権で金メダルを獲得。ワールドカップシーズン総合でも3位に入った。二千十四 15シーズンは2月に入るとパフォーマンスは全開となり2015年ノルディックスキー世界選手権では個人ラージヒルと混合団体で金メダル、個人ノーマルヒルで銀メダルを獲得さらに3月にはワールドカップ4連勝するなどしてワールドカップ総合主位を走った最終戦の結果でスロベニアのペテル・プレブツと同点となったが勝利数の差で ワールドカップ総合のタイトルを獲得した。ドイツ勢のワールドカップ総合優勝は1999、2000シーズンのマルティン・シュミット以来である。2017年に十字人体断裂により、ワールドカップを離脱。2018年に復帰するが、今度は半月板の手術で再度離脱した。二千二十年にワールドカップに復帰し、千二十一年、ノルディックスキー世界選手権では、 男子団体金メダルのメンバーとなった。ありがとうございます。